明けましておめでとうございます。平成31年初詣はここ、四国に88カ所巡りの最後の札所大久保寺です。今回の初詣はもうねちょっと身軽に、DJI のオズモポケットでね撮影してます。でこの間ね届いたばかりのコントローラーホイール取り付けてます。これね上下こう簡単に動かせるようになったのですごい撮影が便利。1月2日水曜日朝8時半です。昨日のね晩からあの福井の、キャンピングトレーラー友達が、家族でね遊びに来てくれてます。なんか4日まで滞在されるそうです。1月2日、今お昼なんですけどこれからねコンピラさんにお参りに行きます。彼の一番の得意芸でございまして、もう一個すごいと思うんだね。こうやって一回竹山に乗って歩き出したら、香川県に住んでながらね、なかなかコンピラに来ることってないんですけど、でもよく考えてみたらね、お正月の三が日に、参拝に来るのって初めてですね。こんなにね、人がいるの初めて見ました。ここね、あの、酒蔵の金魚です。じゃあ今からね、階段登りますよ。今ね100段目通過しました。まだまだねこの辺は序盤で、周辺にねお店があるので、これからがねだんだんきつくなります。だんだんね階段が急になってきました。はい、まだまだこれから登ります。はい、登り切りました。無事に登り切って参拝完了しました。参拝が済んだので今から登ってきた石段を降ります。
だいぶ下まで降りてきました。石松饅頭いただきます。うん、うまい。じゃん、細めのね、昼飯をここの永田院かのかでいただきます。午後3時過ぎというのにね、この長蛇の列、ようやく入り口まで到達しました。たらいのショーと釜揚げのショー、永田院かのかで釜揚げうどんいただきます。ではいただきます。はい、あっという間に完食です。美味しいござりました。お腹いっぱいになりました。じゃあ家に戻ります。皆さんお正月どうお過ごしでしょうか。年末大晦日の日にね、このオズモポケットのこんなねパーツが届きました。じゃじゃん、これ、ま、これね何かっていうと、このオズモポケットのね、このホルダーですね。まあ、実際取り付けしてみると、まあ、こういった感じで、GoPro のね、こういったあのパーツを取り付けられるね、ホルダーになってます。で、DJI からも一応ね、市販はされてるんですけど、まあ、出荷がどうもね、遅れてるみたいで、まだね、届いてない方が多いんじゃないですかね。で、このホルダーなんですが、有志の方がどうもね、データをネット上に上げてるらしくて、で、それをね、3D プリンターで、作成するっていうような、形でね、香港に住むお友達の TJ さんって方がね、わざわざこれ 3D プリンターで作成して、ね、国際郵便で送ってくれました。 TJ さんありがとうございます。ちなみに、DJI のね、このアクセサリーマウント、じゃじゃん、これうちにはね早々に届いてます。ただね、多分使い勝手ね、TJ さんが作ってくれたホルダーの方が使いやすそうなんで、まだね開封してません。だから出してないです。そしてね、もう一つこれ、これね、ボックス型の、まあ、タイプになるんですけど、これもね TJ さんが 3D プリンターで作成してね、これと一緒に、送ってくれました。で、このボックス型のホルダーなんですが、これね使い方ほんと簡単で、もう単純にね、こうズボッと突き刺す、うん、もうこれだけです。で、ここにね GoPro のアダプターをつける。実際アダプターつけてみるとね、こんな感じです。実は送っていただいたこのボックス型のホルダーなんですけど、もうすでにね自分で使いやすいように加工しちゃってます。何をねしたかっていうと、もともとはこういう感じでボックスにオズモポケット差し込んだ時に、まあ、ここでね、電源ボタンと録画ボタン、まあ、使えるようにここにね、まあ、切り込みがあって、で下にね、ここがマイクなんですけど、マイク穴が開いて、あと USB-C がこう差せるように、まあ、なってたんですけど、この状態だとね、この GoPro のパーツを取り付ける、このね部分がこういう感じでね取り付くんですが、これだと実際ね、このバッグの肩口にね、等でこう差し込んだ時に、この液晶面が、正面向いちゃうんですよね。だから、例えばこうつけると、この撮影してる、この液晶面がこう正面に向いちゃうんですよ。自分の方に向かないんですよね。で、これね、向こうを撮ろうと思うと、結局セルフィーモードにして、このね、カメラを、セルフィーで、自分とね反対側に向けるような形になるんですね。それはねちょっとこう使いにくいなっていうことで、自分なりにね少し改良してみました。
で、まあそんなね大した内容じゃないんですけど、結局ねもともと切り込みがあったこの反対側を同じようにね自分でここカットしました。とあとねこの裏側、USB がもともとこっち側だったかなについてたのをこっち側にねさせるようにここのね開口を広げたのと、あともともとあったこのマイク穴と対角上にねこっちにマイク穴開けました。でこうすることでこう差し込んだ時にねこの液晶面が自分の方に向くように、少し、手をね入れてみました。まあその作業自体はね本当大した作業じゃないので、誰でもねできると思います。実際にねこの GoPro のマウント、アダプター取り付けしてみました。でこうね、セットしてみると、まあ、こういう感じで下はこんな感じ、コントローラーホイール取り付けしててもね問題なく、使用できます。もう一つ少しね分かりにくいんですけど、このねオズモポケットってこのね前側が少しねこう見たら分かるかな、こっちのね液晶面はここね平らなんですけど、この前側の部分はね少しねこう R になってます。でそれに合わせてこのボックスにしてもこっちのねマウントにしても分かるかな、ここがねこう R 状にちゃんとね合わせてこっちかちゃんとね作成してくれてるんですが、それがね少しあだになって、結局ねこれ差し込みを、実際の差し込みとね反対側にこう差し込むようになるので、もともと平らだったこっちのね面が少しね窮屈になります。それでこれまあ熱で温めてね少しずつちょっと成形してここでね少し R を出しました。こうすることで抜き差しすごくねスムーズにできるようになりました。であとねこのホールド状態なんですけど、これ逆さにしてね振ってもこれ落ちません。まずね落ちることないと思います。よっぽどね振りますとか、しない限りは、おそらくないと思います。これ普段からよく使ってる GoPro の、バックパックのシーカーなんですが、ちょっとひっくり返してこの左肩のねショルダー部分にこの GoPro をね取り付けできるような、もうプレートがね最初から、あります。でここにこういう感じでねセットして、でバックパックね背負えば、手ぶらで両手ね使える状態で、撮影ができます。まあこれ普段ね GoPro でもやってるんですけど、このオズモポケットでもねそういった手ぶらでの撮影が可能になります。実際に背負ってみました。まあこういう感じでね本当にシンプルに取り付けできるのですごくね便利だと思います。であとね歩き取りの時はこのままね差し込んで撮ればいいんですけど、ちょっとね何かこう手元撮りたいだとか、どっかね他の、場所を撮りたい時っていうのはねこのままさっと取り出しできるので、で、また終わったらこうギュッとこんな感じで、戻すことできるので、これすごくね便利だと思います。さっと液晶面もね近いですけどもう十分ね見える距離です。であとねマイクとの距離も結構近いのでね、しっかり音も拾ってくれると思います。 TJ さん本当にどうもありがとうございました。この2つね大切に使わせていただきます。今日の動画は以上となります。ぜひね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた。